そうだからバスとか電車とか乗ってても、うん、やっぱもう今つけてない人の方が圧倒的に多いんですよね。もともとコロナの前からホームスクーリングっていうのはあったから、はい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 、あれそもそもどこまで意味があるのかわかりません。夜ぐらいに熱が出てあれと思ってもう一回調べたら陽性、うん、はい、それで MGP バンクーバーオフィスのみちこです。えいたです。今回は、バンクーバーのコロナの現状っていうテーマで喋っていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、そのもう規制的なことで言うと、うん、なんかワクチンカードも廃止になりましたし、うん、マスクつけなきゃいけない場所っていうのももう今全然ないじゃないですか、はいはい、だからルールみたいなものは一切なくなったんですけど、うんうん、でもじゃあ 100% コロナ前の状況に戻ったかって言ったらまだ全然そんなことないと思うんですよね、うんうんうん、だからあの住んでるからこそ言える体感的なというか部分をちょっと好きに喋っていきたいなと思うんですけど、うん、じゃあまずどうですか、マスクってつけてますか？マスクは最近外でいろいろハイキングとか、はい、しかしてないのであんまりそのなんか室内に行かないからしてないっていうのはありますが、今日スタバに行った時は一応しました。ああ本当ですか、うん、ちらほらしてる人いたかなっていう感じ。普段からそういうカフェ行く時とか、うん、なんか例えばスーパーに買い物行くときとかって、あ、スーパー行くときは私はしてます。でもしてない人の方が多いかなという感じですよね、うん、マスク推奨みたいなサインもありますよね。あ、ありますまだマスクレコメンディングみたいな。それすら見てない。あ、バスとかスカイトレインとかは乗らない、ね、乗ってないんですよねまだ。コロナ以降1回も乗ってないんですよね。1回も乗ってない。それめっちゃすごくないですか？それコロナだから乗らないんですか？じゃなくてもう元々乗らない生活でした？いやいやいや、前はオフィス来るときは乗ってましたよ。うん、それはいつ解禁しようかなとかっていうのは決まってるんですか？ねえ、あのコンパスカード使うまだ使えるかな。確かに。のもう分かんないね。全然乗ってもいいんですけどね。はいはいはい。まあ車のが楽かなっていう。まあ確かに。うん、そうだからバスとか電車とか乗ってても、うん、やっぱもう今つけてない人の方が圧倒的に多いんですよね。あーそう。で僕ももうつけてないですし。本当。はい。なんか本当マスクつける機会最近ないなと思って。もうなんかこの、ここで持ち歩いてはいる。持ち歩いてはいます。だからここでお客さんと話すとき、オフィスで話すときとかはなんかまだつけるようにはしてますけど、うん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 、でももう最近学生さんもつけてない方の方が多いし。なんかたまにやっぱ僕がつけてるんで、うん、つけた方がいいですかって聞かれるんですけど、うんうんうん、まあ別に全然大丈夫ですよってもう言うようにしてるんですよ、うんうん、みんな持ち歩いてはいる感じよね。だと思いますね、うん、あ、そうだから僕もこの間電車乗ってる時にだからつけてなかったんですけど、うん、あの隣に立ってた男がずっと咳してたんですよ、うん、その時はさすがに気になるね。そこをおもむろに取り出してつけて、うん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 、でその人が降りた瞬間また外してみたしましたけど、でもだからそんな感じです。なんかその屋外だから最近マスクつけてないっていう話でしたけど、うんうん、日本だと屋外でもマスクつけるって聞きません？うん、ね、なんかなんだっけ、2メートル離れてたらとかあるんだかな。あ、そういうのあるんですか？いや、わかんない。僕らコロナ以降一回も日本帰ってない組だからちょっとよくわかんないんですけど、ね、うんうん、そうだからそれ聞いて結構びっくりして、ね、こっちってそのコロナ以降、あのコロナ直後の一番パンデミックやばいよねっていう時期でも、うん、別に外だと誰もつけてなかったじゃないですか。確かに、うん、ねえ、してる人もいたけどね。あ、本当ですか？あの散歩してる人とかも。あ、うん、でも基本外はしてないかな。そうですよね、うん、それは違うかも、うんうん、他に何かあります？こうコロナ以降変わったなっていうところで、まあ、変わったことはいっぱいあると思うんですけど、うん、今もまだ残ってるなっていうことって何かありますか？サニタイザー。ああ確かに、うん、そうですね。はこのビルの入り口もそうだけど、ありますね。スーパーとかも普通にまだ置いてありますよね。あるある、うんうん、でも昨日あのメトロタウンの TNT 行ったらなくなってました、サニタイザー。でも撤去したのか、うん、なんかたまたま入れ替えのタイミングでなかっただけなのかちょっとよくわかんないんですけど、うんうんうん、ないんだと思って、うん、でやっぱないとなんかちょっと不安になりました。マイサニタイザーはないの？マイ。あ、ありますあります。でも僕持ち歩いてないんですよね。あ、本当。持ち歩いた方がいいですよね。あ、でもお店入る時もすること少なくなったかも、自分で。ああ本当ですか？うん、やる？あったらやっぱしちゃいますね。あとなんか僕基本ウォルマートで買い物するんですけど、うんうんうん、ウォルマートの入り口に置いてあるサニタイザーの匂いが好きなんですよ。ああだからやっちゃいますけど。ロンドラのは臭くてちょっとやめた。あ、ここのビルの下のところのやつも臭くないですか？本当？
なんか泡タイプのとジェルタイプのあるじゃないですか、うん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 、どっちが好きとかあります？スプレーがいい本当は。あーシューっていう、はいはい、うん、僕もそうです。ここのビルの1階のは泡タイプなんですよね、うん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 、でしかも臭いんですよね、うん、臭かったな、あれ嫌いで、うん、だから下ではせずにオフィス上がってきて、うん、うちのオフィスにも設置してるんで、うんうん、それをつけるようにしてます、ジェルタイプの。あれはどこで買ったやつ？よくわかんない。あ、置いてあ、そうかそうか。はい。まあ、サニタイザーはそうですね。多分しばらく残りますよね。気になりますしね。うんうんうん、あれも残ってません。プロキシグラスみたいな。うん。透明の。スーパーのレジとかのね。そうですそうです。それはまだあるね。はい、うん。うちのオフィスにも一応置いてますしね。うんうんうん、でもあれも、あれそもそもどこまで意味があるのかなってちょっと思いません。だあれもなんか撤去するタイミングをみんな見失ってるだけな気がするんですけど。ね、うん、なんかそれこそ、ウォルマート の、うん、セルフレジを僕使うんですよ。うん、で、セルフレジの、そのマシーンとマシーンの間にも、あれ置いてあるんですけど、すごい邪魔なんですよね。カゴを置くときに、あれが引っかかって、カゴ置けないやつとかもあるんですよ。うん、しかもあれ、セルフでレジやってるときに、隣の人と喋ることなんて絶対ないじゃないですか。ね、そもそも意味ないし、カゴ的に邪魔だしで、うんうんうん、早く提供してくんないかなと思ってるんですけど。うん、意味なさそう。そう、そういうのあるんですよね。残ってるものってそんなもんですか？コロナの。ねえ。なんか、こっち向きに歩いてくださいとかいうのはなくなったよね。ああ、なくなりましたね、うん。ありましたもんね、前は。うん、まあ、誰も守ってなかったんですけど。うん、あとでも2メートル、なんだっけ。ああ、はいはい。まあ、残ってるところもあるよ。確かに確かに。うん、レジの前とかだと、うん、あ、まあそうですね、うん。ないところももうありますけど。うん、あんまり守ってないかな。うん、それもね、気にもなんなくなりました、ね、確かに。娘さん小学校通われてるじゃないですか、はもう今完全に対面、今ちょっと夏休みだからわからないけど、まあまあ、マスクしてるかどうかとかはすごく学校によって違った。あ、そうなんですね、うんうん、うちの学校は結構してる人が多かった。親も子供も。へ、うん、それは学校的にしてくださいとか、うん、ではなく、うん、はもう生徒個人個人にお任せみたいな感じ。オンラインの授業とかはもう完全になくなってる感じですよね。なくなってるはず、うん、それっていつなくなったんですか？僕なんかいまいちそれ把握してないんですけど、その去年の9月からはもうみんな来てたはず。ああ、そうなんですね、うん、その前の年は2020年か、うんうんうん、はもう全然1日も来ない子もいたし、はい、数ヶ月経ってから一人増えますみたいな感じで戻ってくる子もいたけど、その子たちは家からオンラインで受けてたってことですよね、うんうん、だハイブリッドで授業してたってことですよね。対面の子もいればそれを配信してて、そういうこと、うんうんうん、今はもうそれ配信はしてないんですか？基本もう来ること前提の。してないと思う。でももともとコロナの前からホームスクーリングっていうのはあったから、はい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 、そういうので延長みたいな感じでやってる子はいるかなと思うけど、うん、じゃあ別に来たくなかったら無理に来なくても、うん、まあ、ついていくことはできますよみたいな設計になってるんですか、うん、習い事とかどうですか、うん、習い事は、うちの娘はバレエとかそのどっかスタジオなんか教室に行ってやるのも習ってますが、最初の頃はもうなしになって、クラス自体がキャンセルになってお金も返しますよっていう感じで、で2021年からは普通にあったかな、うんうん、でも一クラスの人数はちょっと少なめになったと思う。ああ、うん、それそのバレエとか習う時はみんなマスクしてるんですか？してる、うんうん、してた。まあ、密ですもんね、うんうん、でバレエ発表会の時は個人個人にお任せしますって言ってで外してた子はがほとんど、うん、あ、そういうことですね。じゃ逆に言うと、うん、発表会でもステージの上でマスクしながらバレーしてる子もいたってことですか？へえ、うん。それがこの間の5月の話かな、うんうんうん、でもなんかもうほんとここ 2,3 ヶ月それこそ5月から今の間でも、うんうん、マスクってだいぶ減った気しません、うん、つけてる人なんか急激にですよね、うん、だから僕も5月はまだスカイトレインではマスクつけてました。そうそうそう、ね、私もなんか感覚的に急に変わりましたよね、うんうんうん、なんか化粧もここから下もしないといけないから。そっか、女性はそうですよね。そう、今までもここだけね、うんうんうん、パパンってやって終わってたけど。はい、そうだからなんか多分マスクが義務じゃなくなったのは割と早かったじゃないですか、うん、3月4月ぐらいにはもうなくなりましたよね、うん、でもその後も、まあ、当然そうなっていきなり外す人もいましたけど、うん、しばらくは結構つけてる人の方が多い時期があって、うん、
でもその多分5月6月ぐらいから一気に外していきました。やっぱ暑くなったからですかね。かな。うん。僕も最初は買い物で外すようになったんですよね。だからスーパー行くときにはもうつけなくなって、うん、でもそれでもまだしばらくスカイトレインではつけるようにしてたのが、うんうん、なんか次はこうホームまではつけずにいて、うん、で電車が来て乗る瞬間つけて、で降りた瞬間またホームで外してっていう、なんかいろんなフェーズがあって、で多分6月の途中ぐらいからあのもう一切つけなくなりました、車内でも、うんうん、それはなんで？なんとなくですかね。まあつけてない人の方が増えてきたっていうのもあるし、うん、あとまあ暑くなってきたっていうのもあるし、あと口の周りにニキビができ始めたんですよね。まあ、今も残ってるんですけど、うん、だそれが嫌で、うん、なるほど、もう外そうってなりました、うんうんうん。なんか3月ぐらいからほらキットが、あ、そうですね、薬局でもらえるようになって、あれでもう自分でね検査して、うん、あコロナだってなって、そういう私もなりましたけども、うん、あそう4月にね、4月ですか、そう4月初めぐらいかな。もう本当に娘の送り迎えとかしかしてなかったのに、うん、どこでどうしてって思ったけども、1日だけマンモグラフィーを受けに行ったことがあって、で多分そこで映ったんじゃないかなという、うん、勝手に思ってるけど。症状とか出たんでしたっけ？ね、最初喉が痛くなった。ああ、うん。それで検査したんですね。そうしたけど、その時は陰性、最初すぐは。はいはいはい。で、あ風邪かなと思ったら、次の日に夜ぐらいに熱が出て、あれと思ってもう一回調べたら陽性。はい。それで自分でベッドルーム行って自己隔離。家族は大丈夫でした？あ大丈夫だった。あそれが良かったですよね、うんうん、もう上げ前末前で、はいはい、出してもらって。それ最近なんかよく聞きません？なんか昔はもう一人家族がコロナになったら、うん、もうみんな当然陽性だっていうイメージでしたけど、うんうんうん、なんか最近家族の中で一人かかったけどいつまで経っても他のメンバーは陰性でみたいな話よく聞くようになったんで、うん、あそれはじゃあワクチンのおかげかな、わかんないけど、うん、かなっていう気がしますね。それの他に何か症状出ました？喉の痛みと熱と。と、これが倦怠感ってやつかっていう感じの背中が痛いような感じ。ああ、はいはいはい。そんなにひどくはなかったけど。なるほど。もっとひどい風邪にはかかったことがあるから、それよりは全然楽と思って。うんうんうん。まあそれもだからワクチン、もう3回打った後でしたもんね、かかったの。そう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 。まあ、それもあるのかもしれないですよね。うん、ワクチン4回目も秋から始まるって連絡来ましたね。うん、そう、連絡は来た。で実なんかやりますのでみたいな連絡来た、はいですよね、でまたお知らせしますみたいな、はいはいはい、うん、これどこまで続くんだろうっていう気がしますね。まあこれ別にもうバンクーバーとかそういう問題じゃなくて世界中の人そういう感じなのかもしれないですけど、うんうん、うちの親はでも日本で4回目あこの間受けたよ。本当ですか、うん、へえ。あじゃあ4回目は日本の方が早く進んでるんですか、ね、そう日本 の, あの老人というか、うんうんうん、お年寄りでもうん、増えてるよね。増えてますよね、うん、なんか体感的に増えてますよね、うん、私は4月にコロナになった時は私の周りで子供がかかったとかすごい聞いてる時期が、いやその時めちゃくちゃ多かったと思います4月、うん、僕も美智子さん以外でもめっちゃいましたもん周りに。あそうかかった人同じタイミングで、うんうんうん、で今またでもどうかな周りでは。なんかその本当の知り合いとか友達とかではなかなか聞かないですけど、うん、でもやっぱ学生さんでかかってる方が最近多い印象ありますよね、うんうん、帰国前にかかったの検査で陽性が分かって帰国を遅らせるとかね、うん、はい、まあ、だからそれこそですけど美智子さんみたいにその症状が出て熱があるからとかで検査してみて陽性でしたは、うん、まあまああれとしても自覚ない人が、うん、なってる人も多いですよね多分、うん、だって自分であのキットで調べて陽性だったからって言っていちいち行政に報告してる人なんて聞いたことない。一応調べたけどここに報告してくれっていうのもなかったし、うん、何もしないまま終わったけど。ですよね、うんうん、この間野外フェスあ行きました行きました、ね、誰もマスクなんてつけてなかったです。あだから僕それで言うともうこの7月6月7月ぐらいから、うん、そういうイベントに行きまくってるんですよ、うんうんうん、もう多分この間の野外フェスでこの2ヶ月で5、6回目ぐらいの、うん、そういうライブとかイベント系だったんですけど、屋内は屋内ライブ屋内もめっちゃ行ってます。あだからちょっとコロナ関係なくなっちゃうんですけどあの先週の土曜日に、うん、僕ボーグシアターで
イベント行ったんですよ、うん、そしたらちょうどその翌週の土曜日の夜にボクシアターの前で銃撃、うん、あったね、ありましたよね、うん、ニュースがあそこ映りまくって、そう、斧かなんかを振り回してる男がいて、ね、でそいつが撃たれたみたいな話、うんうんうん、その人が何人か切りつけたの、そう、なんか死者出てましたよね、うん、いたいた、これ今めっちゃタイムリーなニュースなんですけど、うんうんうん、ちょうどその1週間前にあそこに僕いたんで怖っと思ってねえほんと、そうだから、そのボーグシアターも結構な人、結構な人でした、もう満員で、でも誰もマスクなんて、あ、まあ誰もってことないですけど、やっぱつけてる人は何人かいますけど、まあでも多分1割いないぐらいですね、つけてる人、まあやっぱ医療関係で働いてる人とか、うん、まあそれこそもうすぐどっか旅行行く予定がある人とか、うん、それちょっとセンシティブになってる人は全然多分つけてるし、うんうんうん、いくらマスクが少数派になったとはいえ、まあなんかそういう気にしてる人なんだなぐらいで、うん、別に誰もそれを珍しく思うまでには全然なってないので、うんうんうん、そういえばあのうちの娘がピアノもやってて、はいはいはい、それはあの個人 の, あの先生のお家に行くんだけど、うん、あ、もうマスクは絶対しないといけなくて、で先生もマスクして、あとフェイスシールドもしてて、はいはい、で家の中に入るときに熱をピッて測ってもらって、でまだなってる、うん、あ、じゃあすごい気にされてる先生って、そう、なんかね、まだ1歳になる前のちっちゃい子供がいるからかなとは思う、はいはいはい、うん、そう、だからそういうのありますよね、うん、あと家族に持病持ちがいるとか、うんうんうん、だと当然そうなりますよね。そうそうそう、でちょっとコロナじゃなくても体調が悪かったらオンラインレッスンに切り替えたりとか、あと娘の学校の先生も一人その家族にちょっと持病がある人がいるからっていうので、もう先生の職を辞めちゃった人もいます。へ、あ、でもなんかそれ珍しくない気がしますよね。そういう教育系とかもそうだし、医療系とかもそうですし、なんかやっぱ普通のこういう仕事に比べてリスク高いじゃないですか、どう考えても不特定多数に会いまくるんで怖いですよね。ね、うん、でもなんかマスクするようになって、あの本当風邪もひかなくなって、あ、はいはいはい、それはすごいいいなと思います、思います、うん、手洗いも、あ、そう、手洗い、あ、手洗いもはまだやってるね、やってますね、うん、それは続いてる、うん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 、家帰ったら手洗う、これはもう一生でも続けた方がいいですよね、うんうんうん、衛生意識は全体的に高くなりましたよね、うん、もうみんな世界中がそれは下がらないかも、うんうん、いいことだと思います、うんうん、まあ、そんなとこですか ね, ね、はい、まあ、なんか逆にこう住んでてこれってどうですかとかいう質問があればぜひコメント欄で聞いてもらえれば分かる範囲でお答えしますので、うん、はい、ということで、さようなら